初めての北海道旅行。まずは空港で北海道ラーメンを食べる。私はバターコーンラーメン塩にしました。ひとまずお酒を注入。乾杯。ビールはちょっと苦手。やっぱりこれが美味しい。待ってました。いただきます。うめー。バターとコーン最高。おかげでお酒も進みます。コーンすくうのちょっと大変。この穴開いてるスプーンはコーンすくうやつでいいのかな。スープもしっかり飲んで、ごちそうさまでした。ハイボールもごちそうさまでした。札幌着きました。が綺麗ですね。ちょっと寒いです。路面電車で移動します。ちょっとした坂道。夜景を見に行きます。ロープウェイに乗って、絶景でした。トイレのマークがマフラーしてる。夜ご飯はジンギスカン。こちらももちろんハイボール。乾杯。キムチ。ジンギスカンデビューです。油をひいて、キノコ乗せて、作り方こんな感じで合ってますか？完成。食べる前にハイボールがなくなる。おかわり。追加のお肉。ごちそうさまでした。2軒目はハイボールバー。音
動詞はポップコーン。イエーイ、最高。迷いますな。お塩がついてくるのか。乾杯。もう食べ終わってる。ラッキーなことに食べ放題です。素晴らしい。おいしい。私もおかわりポップコーン。いやー、ゴールデンウィーク最高。サーモンカルパッチョ頼みました。あっという間になくなる。2杯目はメーカーズマーク。これあると止まんないよね。ずっと食べちゃう。ごちそうさまでした。ホテルで飲み直す。みかんサワー、セイコーマートの缶ハイボール。乾杯。おお、みっちゃん、美味しくなそうだよ。なんだこれ、不思議だね。なんだこれ、ウィンナーの味する。なんかさ、ウィンナーってさ、ウィンナーだったら美味しいけどさ、こういうのウィンナーの味にするとまずいね。文句言ってすいませんでした。ごちそうさま。